これは、シャベルのような熊手のような、熊手シャベルでしょうか。このお箸は使えるでしょうか。何か変ですね。一見、普通の図形に見えますが、形の区切りが欠けているため、混乱します。図形はつながっているのに、ねじれています。この絵を見ると、いろいろに見えますが、どれも不完全にも感じます。形状の認識が区別できません。この図は、縦に並んでいるようにも、横に並んでいるようにも見えます。他の図も、同じように、縦方向を意識したときと、横方向に見たときで、違いを感じます。縦と横の方向で、認知のズレがあります。この有名な絵は、そんな違和感をうまく取り入れて描かれています。階段状の形状のねじれは、これも上手に表現されています。ところで、数学の無限大を表す記号形状のメビウスの和は、3次元で表現するとこんな形です。これを作るには、まず、帯状の紙を用意します。両端の裏表を逆にして貼り合わせます。これでできました。さらに、この輪の帯の真ん中を一周にわたって切ってみるとどうなるでしょうか。こんなねじれた輪ができます。3次元形状を頭の中で組み立てることはなかなか難しいことですが、その形状をさらにねじって考えてみると大変面白いのではないでしょうか。